のしめとんぼは、秋アカネと並んでよく見られるアカネ属の普通種。日本全国に分布する。和名は、成虫の腹部の黒い斑紋が、のしめ模様に似ていることに由来する。地方によっては、クルマとんぼの俗称がある。成虫は、赤とんぼの中では最大になる、種の一つ。特に、西日本の個体では、大型化する傾向がある。 体長37から5 2ト、mm、ル、腹長22から3 5ト、mm、ル、甲子長25から3 9ト、mm、ル程度で、有志ほぼ同じ大きさ。羽の先端が褐色に縁取られているのが、最大の特徴で、飛んでいる時でもよく目立つ。同様な褐色斑を持つこの締めトンボ、リスワカネにも似るが本種は特に腹部が細長く、印象はかなり異なる。 有志とも顔面の額上部に小さな、眉藩を有する個体とこれを書く個体とがある。幼虫は、典型的な赤トンボ型のヤゴで、体長は18ミリメートル程度。夏赤ネリス赤ネと同様に、瀬戸毛は、第四節第八節、または、第五節第八節にあり、腹部第八節の側毛の長さは、第九節の末端を大きく超えるが、本種は、 腹部全体がやや長く見える。成虫は6月下旬頃から羽化し、11月下旬頃まで見られる。平地から低山地にかけての周辺に林地のある比較的明けた地層、水田に多い。羽化した成虫は周辺の林地や林園に移動し、体が成熟するまで、そこで接触活動を行う。とは違って水域から遠く離れた。 高評高地まで集団移動することはない。未熟なうちは私有とも退職は高褐色をしている。成熟すると全体的に黒みが増してくるが、オスの腹部背面は暗赤色に変化し、メスでは橙色が濃くなる程度であり、本種は赤くならない赤とんぼである。羽の褐色斑の大きさには変異があり、寒冷地ではほとんど消失している個体も見られる。 成熟後、オスは水辺で縄張りを形成し、メスを見つけるとすぐに交尾する。本種も他のオスの侵入に対して一旦は強い。縄張り潜入行動を示すものの、明確な縄張りの範囲を持たず、長時間にわたって一定の範囲に固執することは少ない。多種の侵入に対しては、比較的寛容である。産卵は水のない地藩の草原や、 水田の稲穂の上などで、緩やかに飛びながら上下道を交えて、卵を振り落とす、連結濁散乱を行う。シウが連結したまま行うことが多いが、途中で連結を解いて、メスの単独散乱に移行することもある。この場合は、オスが上空でホバリングをしながら、または付近に静止して、メスの散乱を警護をすることもあるが、長時間は持続しない。 水のある場所には産卵しない。秋に産み落とされた卵はそのまま越冬し、翌春産卵場所が増水して水面が上昇し、水没した環境下で孵化し幼虫となる。本種は成熟個体であっても人間に対する警戒心が比較的薄いとされる。 胸部の比較左上のシメトンボ右上このシメトンボ左下リスアカネ、右下マユタテアカネバネの先端が褐色になるよく似た種類に、このシメトンボリスアカネがある。成虫の一般的な大きさは、この3種の中では、のシメトンボが最も大きく、ついでこのシメトンボリスアカネの順となる。本種のオスは成熟しても腹部に、 暗石色が刺す程度にしか石化しないが、リスアカネは腹部のみが橙色を帯びた赤色に変化し、このしめトンボは顔面、胸部、腹部まで濃い赤色になるため容易に見分けることができる。羽の先端の褐色斑の濃さは一般的には、このしめトンボが最も色が濃く、ついで、のしめトンボ、リスアカネの順となる。 しかしこの部分は未熟期には薄く、逆に老熟が進んでも次第に退職すること、個体による差異などもあり、決定的な識別点とはならない。また、これら3種は、胸部側面の反問の形状がそれぞれ異なることで、見分けることができる。本種の特徴は、胸部側面の3本の黒状のうち、前から2本目が、はっきりと上端まで達していることと、前から1本目。 三本目と比べると傾斜角が立っており平行になっていないように見えるところである。このように胸部を見るのが最も確実な見分け方である。体格や体色はそれぞれ異なるものの、国内の種ではリスワカネ、ナニワトンボと近縁である。なお、姿形が非常によく似ているこのシメトンボとは産卵の方法も異なっており、同族内であっても、 系統的にはそれほど禁煙な種類ではない。ありがとうございます。